平成31年3月24日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、火振り神事が行われ、氏子や観光客たちが神社参道などで火矢束を振り回して、神様の結婚を祝いました。まず、佐藤阿蘇市長が挨拶。続いて、大阿蘇御神火太鼓保存会のメンバーが太鼓を披露。さらに一宮中学校2年生の生徒たちが火振り神事の由来について説明し、火振り神事が始まりました。午後7時前、阿蘇神社からおよそ12キロ離れた阿蘇市赤水の吉松宮から姫神様が到着すると、神社参道で待っていた氏子たちが火矢束根に火をつけて頭の上で振り回しました。この火振り神事は農業の神様、年根の神の国辰の神が、お妃を迎えられた際に、氏子たちが火矢束根に火をつけて振りかざして歓迎したのが始まりと言われています。御前迎え神事と言われる国辰の神の結婚の儀式は、仮の拝殿で執り行われ、農業の神様とあって、五穀豊穣も合わせて祈願。阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。例年、楼門前の参道一帯で行われていた火振り神事も、熊本地震で国の重要文化財に指定されている楼門が全壊したために、火振りの場所を縮小、参道の一部と門前町商店街の2カ所で行われました。今年は1300束の火矢束根が用意され、観光客たちも火振り神事に参加して、火をつけた火矢束根を頭の上で振り回すと、参道には幾重にも火の輪ができ、神様の結婚を祝福していました。今年は日曜日とあって、家族連れや海外からの観光客などが訪れて、火振り神事を見物していました。